はい、読谷なんでも調査団はじめちゃんでございます。今日はですね、サテライトスタジオに珍しい方々が来ておりますよ。この方々です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お名前はラジオですよ。 FM 読谷スタッフの千葉奈優です。はい、スタッフの金城玲子です。よろしくお願いします。はい、ね、なぜかこの2人がね、サテライトスタジオにね、来ているんですが、理由は何ですか？今度の金曜日ですね。はい、5月18、はい、18日にここのサテライトスタジオで、ラジオ体験コーナーを来てくれるっていう子がいらっしゃるということで、今回その、練習というか、ちょっとどういうふうに作業するのか教えてもらいに来ました。教えてもらいに来た、誰にですか？山内さんに。あ、僕なんですか？僕もね、ラジオ体験ってやったことないんですよ、本当は。ね、サテライトの、使い方という形でちょっと今来ているわけでございますが、レコさん、久々ですね。はい、そうですね。サテライトスタジオ、前はよくイベントなどがあると、ここのサテライトスタジオにパーソナリティの皆さん、何時から何時まで入っていただいて、サテライトスタジオから放送してたんですけれども、実際最近はもう読谷ラジオ、また観光客の皆さんがここ来られた際に、ゲストとして入られる、あとはスポンサーの皆さんということだったので、明日ちょっと久しぶりにラジオ体験、明日というか金曜日に、久しぶりにラジオ体験がありますので、皆さん明日からぜひこちらスタジオの方から放送しますので、よろしくお願いいたします。はい、ね、ちょくちょくね、このラジオ体験っていう形でね、うちは放送の方がございますのでね、はい、タイミングが合えば聞けるという形でございますが、本日はこのセッティング関係で、これラジオ体験って、うちが主催でしたっけ？違いますよね。説明しましょうね。ラジオ体験は、ここ紫村の体験の、32の公募、101の体験の中の一つに、ラジオ体験というプログラムが私たちも組み込まれてまして、で修学旅行生の皆さんが、紫村で体験をする中の一つに、ラジオ体験をしたいという生徒さんがいらっしゃった場合、申し込み紫村さんの方にしていただいて、そして私たちの方がご指導するような、そんな流れになってます。はい、というわけでございますのでね、ぜひラジオ体験、紫村でのラジオ体験、私たちがで対応しますので、ぜひ皆さん、このラジオ体験やりたいという方、ね、こちら来てくださいね。よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。バイバイ。バイバイ。